はいどうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ集まれ動物の実況を続きやっていきましょうか。うん、これは鮭を釣り上げた。お帰りなさい。早速ですね、鮭を釣り上げたところから始まった集まれ動物の実況なんですけれども、今回は今ね、博物館コンプリートの旅を続けておりまして、ラストがね、魚コーナーの川部門となっております。それ以外は全部コンプリートしましたので、今日で半分まで終わらせたいなと思います。あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16匹プラスなんだっけな、エンゼルフィッシュとドクターフィッシュとあとカミツキガメの3匹がまだ寄贈できておりません。いや長かったね。なんやかんや1週間2週間ぐらいかかってしまったこの博物館コンプリート集まる動物捕り部門なんですけど、まあそろそろあと1週間以内には全部終わるでしょう。河口にさ、キングサーモン出るよね。ごめん、ちょっと喋りながら俺釣りできねえんだ。でかくない？キングサーモンじゃね？ちょっと集中します。しばしお待ちを。 OK、 喋らなかったら余裕で釣れるんだけどな。なんか男性はね、2つのことを同時にできないらしいよ。俺釣りと喋りを同時にできないんだろうね。小さい魚もなるべく釣っていこう。ドクターフィッシュとかが出てくる可能性もあるから。 OK、 待ってたぜお前を。上海ガニを釣り上げた。でね、釣りの中で一番厄介なのって、だから崖の上っていう表現めんどくさくない？もう2段目以降だったらどこにでも出るらしい。俺もそこはちょっと検証しないことには、でかっ始まらないんですけど、多分いけるはず。それでシュー、鮭がさ思いのほか大きいんですよね、サイズが。いや本当はね、キングサーモンが釣りたいんですけど、なんかキングサーモンと鮭の大きさが一緒らしいんだよな。それが厄介な点なんですよね。この大きさで鮭とキングサーモン一緒っていうのがずるいよな。うわーお前もいたか、そういえば。ブラックワスも大サイズか。例えばピラルクとか、あとエンドリーケリーとかもまだ捕まえてないんじゃない？ピラルク、ピラルク、ドラド、ガー、ここはチョウザメでしょ。エンドリーケリーもまだ捕まえてないし、あとピラルクも捕まえてないから、多分この時間帯だったら出てくるでしょう。頑張っていきます。でかいのになぁ、もったいねえよなこれ。せめて大きさは変えてほしかったな。ブラックバス、あ、ブラックバスは致し方のねえよ。これピラルクじゃね？お、おお、これはキングサーモンっつった。ナイス、キングキングキングサーモンだ。オッケーオッケーオッケー、いい調子じゃないか。だいたい100個も使う必要なかったな。キングサーモンを釣り上げることができました。まあここにはもう用済みなので次行きましょうか。なんかあれだな、河口のことを川口って呼んでたの恥ずかしいから、なんかわざと川口って呼んでた風にして今日は全部川口って呼んでいこうかな。じゃあもう川口に行く必要がなくなったから、次は崖の上に行きます。崖の上っていうのがどうやらこの2段目と3段目に出てくるらしくって、ここら辺に言ったら出てくるわけだな。ただ俺はちゃんと会場を作ったんですよ、わざわざ。ここにね、ここ何の意味もなかったっていう。まあ、せっかくね会場を作ったから、ここで崖の上に出てくる魚を釣っていきましょう。でかいよな、なんかでかく感じない？あー、すっぽんか。この場所が小さいから魚が大きく感じるのか。まあ、あれだな、50個使って出なかったらあそこに行こう、離島に行って試そう。一応ね、あとマイル旅行券があと1枚あるから、これを使って。でかいよな、すっごいでかく感じる。すごいでかく感じるのに釣り上げたら、ドラドか。ドラドはもう捕まえてんだよな。ちなみに俺は自分の島か離島だったらどっちの方が、まあ、出るのかっていうと、間違いなく離島の方が出ると思う。魚は今までの経験上から大きいな、めちゃくちゃ大きく感じる。一匹でも崖の上に出てくるやつが出てくれたら
そのままここで釣ってもいいんですけど。お、いやーきついなー、ドラドかー。こいつがね、レア魚1匹分を埋めてしまってるところあるから、時間を変更しよう。21時までに出てくるから22時にしよう。夜中にしてきました。10時47分。これだったらね、このすっぽんの代わりにカミツキガメが出てくるんですよね。カミツキガメもついでに捕まえたい。カミツキガメの可能性がでかい。来た。時間をかよう、みんな。夜だ、夜。アロワナが釣れた。金ピカでゴージャス。金ピカ要素ね、夜だからな。赤くない？夜だから赤く感じるな。アロワナが釣れました。これはナイスだ。夜の方がレア魚が出やすい気がする。なんでお前またもういいんだよな。一匹でいいんだよな。なんか気持ち的な問題なんだけど、レアな魚が出た後ってなかなか出づらいイメージあるんだよね。なんかあのスマートフォンのガチャと一緒で、 SSR が出たから次 SSR 出ないだろ、しばらく時間を置くかみたいな気持ちになっちゃいがちだよな。でっこ、絶対釣る。逃がしたくない。これ絶対逃がしちゃダメ。 OK、 ピラドクでしょ。いいねー。これはピラドクを釣り上げた。でかすぎてギョエー。なんかピラドクの時の反応しょぼくない。エンジェルフィッシュ釣り上げた。ナイスナイス。エンジェルフィッシュも確か寄贈できてないんじゃなかったっけ。だよね。いった。ん？ん？これは釣らないといけなかったじゃん。パイクか。おー、いいね。パイクも釣れた。え、パイクってそんなレアじゃないの？え、ちょっと待って。パイクの値段調べてみたら1800ベルになってる。マジ？いや、まあ値段じゃねえよな。価値っていうのは値段じゃねえよ。出現のしやすさに関係はするだろうけど、やっぱ嬉しさが違うよな。さあカウントダウンしていきますか。ティラピア率半端ねえ。でも中サイズってことはこのティラピアと一緒のはずなんですよね。えく、一覧全部埋まりそうだし、ティラピアで蚊が飛んでんのがすげえ気になる。すっぽんよー、もうそろそろ。お、カミツキガメと交代してくれてもいいんじゃないか。あとアウトドアの釣り竿も2本しかないな。でかいやつってもう釣り上げる必要ないよな。一応釣っとくか。音だ、音だけで判断する。これこそが鉄板よ。ピラルクね。ピラルクももう釣る必要ないもんね。特大サイズ逃がしてもいいな。ラスト1回。さあ最後1匹なんだ。お前か、ティラピアよ。説明、もう最後の最後、ティラピアで一覧が埋まったというお話でした。まあ、というわけで最後に寄贈して終わりにしたいなと思います。あと次回で全部いけそうじゃない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11匹。まあ正直さ、ドクターフィッシュとかってまあ適当にやってれば捕まえられると思うし、一番心配なのこれだな。カミツキガメだな。いや、ほんとなんで売っちゃったんだろう、もったいねえ。このカミツキガメさえ次出てきてくれれば、まあコンプリートまでの道筋が生まれるんじゃないかなと思います。アウトドアな釣り竿も結構な数買ってるし、まあそれなりに黒字になってきたんじゃないでしょうか。それなりにっていうか、多分この博物館コンプリートの旅をやるだけで100万ベルどころか200万ベルぐらいはいけてそう。うおー、え、ピラニアってここに入るんだ。エンドリー・ケリー、ドラド、ドラドも心なしか嬉しいんじゃない。他の
魚たちが入ってきてくれて、まあピラルクはここだよな、さすがにな。ピラルク優雅に泳いでいます、アロワナ。まあというわけでですね、次回あたりで多分コンプリートまでいけるんじゃないでしょうか。今回はこれでおっときましょう。じゃあな、ここに座りながら眺めるのが一番楽しいよ。全体見れる、もしかして。あ、惜しい、全体ギリギリ見れねえ。